改造車とは、市販状態の自動車やオートバイなどに何らかの手を加え、市販そのものではない状態にした車両のこと。カスタムカーあるいはカスタマイズカーとも言われ、走行性能に特化した改造車は、チューニングカーとも言われる。また、鉄道車両においてある系列の車両からその時の用途と重要、経年劣化等の様々な理由から、 それぞれの用途に合わせた改造をされた車両のことである。本記事では主に自動車、オートバイにおける改造車について解説する。ラインストーンによるカスタムカー SL600 一口に改造車といっても、その改造内容は多岐にわたり、その改造の目的も様々である。特殊用途自動車のような改造と、その他の改造の大きく二つに分けられる。メーカー製の市販車の中にも、 生産プロセスで実際に改造が施されるものがある。特装車や少量生産車では、コスト負担の大きい形式指定の作業を省略し、既存形式車の改造車として取り扱う場合がある。各社の福祉改造車両や、救急車、消防車、教習車などの特殊用途自動車などのほか日産自動車のアクシスシリーズ、ライダーシリーズ、ダイハツ工業のハイゼットデッキ版や、 オープンカーのリーザスパイダーがある。この他、電気自動車、LPG 自動車、天然ガス自動車、オートマチック車などにも、改造扱いの車種がある。また初期型のノンステップバスにも、ワンステップバスの改造扱いで製造された車種がある。これらは前ドアから中ドアのみ床の高さを下げて、ノンステップ化しており、車両後部のエンジンルームから、5車軸にかけては、 ワンステップバスやツーステップバスと共通の部品を用いている。このようなノンステップバスは、形式取得上は改造車であるが、カタログにも正式に掲載され、公営交通を含む多くの事業者に納入されている。これらは製造段階からノンステップバスとして製作されており、後天的な改造で改造車になったものではない。なお、バス全体では2000年代には、 メーカー純正 E 以外のボディを仮装することも、改造を扱いとされたこともあった。その他、小型トラックのエアサスペンション化改造、道路清掃車の左ハンドル化改造、特殊な荷台を仮装するためのフレーム改造、配送トラックのオートマチック車化改造などが見られるが、これらは、アフターマーケットでの趣味の改造車とは、趣旨が異なるものの、法律上、 一定範囲以上の改造が施された車両という点では同一の扱いを受け、車検証上をいわゆる丸改めとなる。市販車を所有者の好みの状態に改変するための改造用部品が市販されている。大きく分けて機能面の改造と外見面の改造の2タイプがある。これらの市販用品、部品の中にはレース用としての使用が想定されていることから、 法律に適合せず、行動の走行に使用できないものも存在する。行動走行を行う場合は、法律に適合する製品であるかどうかを、管轄省庁などに確認する必要がある。機能面での改造外見面の改造、シトロ NH トラックに似たレトロ調フロントフェイスとなった、ホンダアクテール PG 改造車アコードの車検証。形式の後ろに、回の文字が入っている。 改造者であっても、保安基準に適合しない違法改造や、整備不良などの不備がなければ、車検に合格し、行動を走行することができる。指定部品の取り付け等による軽微な改造については、車検証に記載された数値からそれぞれ次の範囲を超えたものについて、運輸支局等で保安基準への適合を確認された上で、車検証の記載変更を行うことで、公認改造者となる。 全室の一定の範囲を超えない改造を行っている自動車について、現に自動車検査省の有効期間を満了していない自動車の場合は記載変更を行う必要はなく、改造車として扱われない。ただし、現に登録番号の指定を受けていない、登録自動車、車両番号表の交付を受けていない軽自動車と二輪車については、全室の一定範囲内の改造であっても、 新規登録に際しては、運輸支局等に検査提示を行う必要があり、保安検査と合わせて車両の所限を測定し、その測定値で新規登録を行う必要がある。この場合、計測に際しては、燃料や冷却水、ウォッシャー液等を満タンにし、乗員を乗せず、スペアタイヤ、工具やアクセサリー類を含まない検査状態で行う。 形式が異なるエンジニへの乗せ替え、燃料種類の変更、ブレーキ形式の変更で、自動変速機から手動変速機への換装、プロペラシャフトの改造、フレームやモノコックボディの切断、延長など、自動車の構造に関する部分について、改造を施している場合、改造の概要を説明する書類を作成して、審査を受け、運輸支局等に、検車提示を行って、 構造等変更検査を受けて、改造内容の認定を受ける。この検査に合格すると、車検証の車両形式の部分に、会の文字が入る。車検証に、会が入った改造車は、後日の違法改造車とは全く異なるものであり、合法的な車両である。従って、その改造内容をもって警察による検挙の対象にはならない。違法改造車。 または不正改造車とは、改造車の内道路交通法の規定や、道路運送車両法の保安基準に適合しない、改造を施している場合や、自動車検査省の内容と異なる状態にある、自動車やバイクのことを指す。当然ながら違法改造を施した状態で行動を、走行すると、国土交通省から告訴されたり、警察に検挙される。 このような車両はそのままの状態では、原則的に車検には合格しないため、車検の時期になると違法改造をしている箇所を改善して、車検を通した後、再び元の違法改造の状態に戻すといった手を使っているため、ある意味不正に車検を通過していると言える。また、道路運送車両法第99条の2により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪で、 あるとみなされており、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もある2011年頃までは仮ナンバーを使用して車検に通らない車両を一時的に走行させる手法も見られたが、その後、道路運送車両法違反で摘発されるようになっている。違法改造者が警察に検挙されると、 違法改造改善のための整備命令が発令され、車両に不正改造車と書かれたステッカーが貼り付けられる。この命令を受けた車両の所有者は、15日以内に当該車両について違法改造箇所を改善した上で、管轄の国土交通省運輸支局に持ち込み、改善確認の検査を受けなければならない。15日を経過しても検査を受けなかったり、 改善確認がされない状態で、ステッカーを剥がしたりすると、ナンバープレートや車検証が没収され、最大6ヶ月間、当該車両の使用停止が命令される。整備命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が課せられ、使用停止になっても、当該車両を使用した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑に処せられる。これに関連して、 この違法改造の改善検査終了後に、元の違法改造状態に戻すという行為を行っていた整備業者が逮捕及び強制捜査を受けた事例がある。より詳しくは、近隣の運輸支局などに問い合わせをされたい。車検証に、会が入った改造者は合法であるにもかかわらず、任意自動車保険への加入を拒否される場合がある。 違法改造者は引き受けないが合法改造者については引き受ける損害保険会社がある。その一方で損害保険会社によっては会のあるなしのみで判断される場合もある。ありがとうございます。